医大継承とは、和三書における後世の学者に会を求めさせることである。医大継承の起源は、江戸時代の和三家である、吉田光義であり、光義の著書、人工基盤の刊末に、答えのない十二の問題を提示し、実力ありと思う者は、これを解いてみよとの記載があったのが最初である。なお、人工基に掲載されてある光義の医大の回答を、 初めて公開したのは、和産家の江波かすみである。後の学者に対する出題を、当時は、好み、偉大と呼び、偉大を解こうとする学者が研究してその答えを、自分の著書に載せる。その後は、自分も新たな問題を作成し、自身の著書に掲載して後世に受け継がれていった。初期は算数を用いれば解ける問題ばかりであったが、受け継がれていくにつれて、偉大が難しくなり、 工事方程式の問題に対して、賛義を用いる代数の研究が沢口和之らによって始まる。沢口はこの方法で対応できない未知数が多数ある工事方程式の位代を提示。やがて、江戸時代を代表する数学者である関高数が、防守法や円算法という筆算表記法による代数を発明し、多変数の方程式を表して解決。 文字係数の一変数多項式は元より多変数の多項式もある変数について展開することにより多項式係数の一変数多項式と書くことを可能とした。これらは総称して点算術とも総称される。厳密には方程式を立てる点言術でなく方程式を解く政府解法術を独創的に実現したことになる。年に 高数によって書かれた、発尾三法まで受け継がれていった。発尾三法以降も、偉大継承は行われていたが、急速な数学の発展は見られない。また、明治時代に入ると、遠藤としさだが、偉大を、それぞれ、第一系、第二系、第三系、第四系と分類している。吉田光千や関高数は、第一系に分類されている。発尾三法 国立科学博物館の展示、ありがとうございます。